シデン、少し話があるんだけど。なんだ急に。僕も忙しいんだ。作戦中の行動について気になっていることがあるの。偉そうに。言いたいことがあるなら言ってみろ。シデンは戦闘中の単独行動が多いわ。計算したところ、タイの平均より3割は多い。その割に、戦闘に有利に働いたケースは多くなかった。もっと私たちと連携したらどうかしら。何？聞こえなかった？バラバラに戦っていては、同じ部隊としての強みを生かせないという提案なんだけど。作戦指示には従っているつもりだ。それともお前たちの面倒を見るのが作戦の一部なのか？面倒を見てくれなんて言ってないけど、それぞれの力を合わせる方が結果として効率がいいんじゃない？私たちはみんな固有の超能力を持っているんだもの。足りない部分を補い合えば、より有効な戦い方ができるわ。今だって作戦行動は完遂しているだろう。一体何の問題があるって言うんだ。あなた、現状に満足しているの？鍛錬を続ければもっと強くなれるのに。お前にそんなことを言われる筋合いはない。僕は僕なりのやり方で戦う。上から目線で指図をするな。だから指図ではなく提案よ。大丈夫？聴覚に問題でもあるの？なんだと。まあまあ、二人とも同じ部隊の仲間なんだから喧嘩しないで。私はシデンに協力の提案をしていただけよ。どこがだ。協力を頼む態度には見えなかったぞ。はいはい、二人とも落ち着いて。ちょっと私の話を聞いてくれるかしら。シデンの戦闘力や分析力はとても優れているわね。単独でも動ける実力があることはみんな分かっているわ。でもせっかく同じ部隊にいるんですもの、仲間と力を合わせる練習をしてみてもいいんじゃない？いきなり今までのやり方を変えるのも大変でしょうから、まずは重ねとお友達になってみるのはどうかしら。友達？重ねは率先して部隊のことを考えてくれているのね。うまく連携が取れればチームとしても強くなるわ。でもみんなと分かり合うためには、思ったことをそのまま伝えるだけでは足りないことがあるのよ。コミュニケーションの方法はいろいろあるわ。周りの人を参考に伝え方を工夫してみるのはどうかしら。伝え方に工夫？二人ともいい子だもの。きっと仲良くできるわ。頑張りましょうね。僕には慣れ合いなんて必要ない。一人で戦う力があれば、わざわざ連携なんてしなくても怪異に勝てる。戦闘で足を引っ張らないならそれでもいいわ。僕が足を引っ張ってるっていうのか？ええ、まず一人前線で突出しすぎるわね。熱くなると周りが見えなくなるでしょ。自信過剰で爪が甘いのも気になるわ。勝利を確信すると気を抜いてしまうところがある。それは今後の課題で。自覚はあるのね。ならよかった。欠点は誰もが持っているものよ。完璧な人間になろうとしても限界がある。だったら仲間を頼ることは戦略として必要でしょ。一人の力だけで戦っていたんじゃ、いつか死ぬわよ。シデン、なんだか怒ってるみたい。また言い方が悪かったのかしら。もしかして怒っているの？気に障ったのなら謝るわ。そうやって人の弱点をつつき回して自分が上だと主張するわけか。そんなつもりはないわ。どちらが上か下かなんて今は関係ないでしょ。余裕ぶりたいならそれでもいいさ。
僕は決してお前に負けたりしないぞ。欠点だろうが弱点だろうが克服してみせる。自分だけの力でな。もう声をかけるな。完全に怒らせてしまったみたい。伝え方の工夫ができなかったということよね。反省点だわ。こういう時、お姉ちゃんならきっとうまく対処できるんだろうな。でも今は自分で何とかするしかないわね。シデンとうまく付き合っていく方法を考えないと。朝ね、あなたあまり顔色が良くないわ。いろいろなことがあったし、少し休みなさい。スオウに戻るのはその後でいいわ。私とゲンマは報告があるから先に戻らせてもらうけれど、あなたとシデンは急がなくていいわ。カサネ、無理はするなよ。おい、休むならさっさと休め。僕は本でも読んでいる。あなたも先にスオウへ帰れば。僕の勝手だろ。そうね。それじゃ休ませてもらうわ。いつまで私についてくるの？うるさい。だったら僕はここで消える。それでいいんだろう。国防軍セーラン駐留部隊が無断で海域調査のため配置下軌道付近に出撃していた問題です。スメラギ議長は会見で文民統制から逸脱した行為だと厳しく非難し、国防大臣に真相の究明を命じました。お母様から？ナオミが戦死したと連絡がありました。どうして知らせてくれなかったの？私たちの可愛いナオミ、スカウトは断れないから仕方なくあなたに大事なナオミを託したのに。やはり見込み違いだったのですね。私たちがバカでした。この先あなたからの連絡はいりません。もともとこちらにメッセージ一つよこさないあなただから問題はないでしょうけれど。ランドール重工のロゴ。さっきの男、ランドール重工の人間よね。でも何か違和感が。どこに行ったのかしら。
に物資反応があるみたいね。それで？セーラン市側の準備はほぼ整いました。巣王内に配置した人員もカレン様の号令を待つばかりです。海抜群内部の切り崩しもかなり進んでいる。半数はセーラン市に着く。では反乱の決行はクナ殿。待て。気づかれた。来ると思っていた。どういう意味？何？くだらん運命論だ。その女は？例のナオミの妹だ。こちらで処理する。ランドールの養女ですか。わかりました。それでは私はこれで。こんな街中で反乱の打ち合わせ？そのセリフ、どこまで分かっていてのものなのか。どういう意味？あなた何を言っているの？今はまだ知る必要はない。一緒に来てもらうぞ。GPS ソフトが動かない。サイネットがダウンしている。いえ、この部屋がネットを遮断しているのね。目が覚めたか。ここでおとなしくしていろ。ああ、そういうこと。あなたカレンに言われて私を監視していたのね。だから付きまとっていたの。つまりあなたもセイランの反乱に加担しているってこと？僕はもともとセイランの出身だ。それにカレン連隊長は吹雪連隊長より僕を買ってくれている。そこをどきなさい。断る。だったら言うことを聞かせるまでよ。バカを言え。お前が僕と対等に戦えるとでも？おい、僕の話を聞け。待てと言ってるのに手の早い女だ。裁判で僕に勝てると思っているのか？思ってるわ。この際だ。どっちが売るかはっきりさせてやる。抵抗するな。まだこれからよ。口ほどにもないわね。カサネ、助けに来ました。これはシデンも私を助けに来てくれたの。その時にちょっと怪我を負っただけよ。気にしないで。なるほど。じゃあシデン、君も我々に協力してくれるね？協力？どういうことだ。兄がカレン・トラバースが自分の連隊を連れてセーラン氏と共に反乱を起こそうとしています。重ね、確認したいことがあります。あなたは兄とセーランがつながっているのを知っていますね？ええ。なら兄がどこへ向かったか分かりませんか？クナドという地名を言っていたわ。クナド高速輸送道路だわ。僕は急いで兄を止めに行きます。
市場のために海抜軍を動かすのは理に反する。私も行きます。カレンには聞きたいことがある。というわけだ。私もカレンを放っておくわけにはいかなくてね。シデン、君も一緒に来てくれるね。僕は来なさい、シデン。その方があなたの希望も叶う。まあ、わかった。カサネとシデンが行くなら私も同行するわ。二人の上司として放っておくわけにはいかないもの。それじゃあ隊を二つに分けようか。私とルカとカサネで先導役、強化とシデンはサポートに回ってくれ。その方がいいだろう、シデン。勝手にしろ。シデン、怪我は大丈夫？ああ、大したことはない。強化、僕は怪我が何ともないなら、カサネたちのサポートも問題ないわね。ああ、大丈夫だ。どうして私が囚われていると分かったの？兄さんの不審な動きは分かっていました。それで行動をそれとなく伺っていたんです。おかげで重ねを逃がすことができましたが、このくらいのことは兄さんの想定内かもしれません。周りに頑張りたまえ。なかなかいいものが手に入ったわよ。どうぞ重ね。
は見事でしたね。こんなところに。有効に活用してください。体勢を崩したら一気に決めるわよ。いける。終わります。もっと力を。無駄よ、済みに。決めろ。